届きました。何ですかこれは。これは Kindle オアシス。何3週間前ぐらいから持ち込んでたの。英語です日本語もちょっとだけ書いてる。本当だ。もう Kindle なしではね、僕は生きていけませんよそうなんですか読んでる本の何割ぐらいが Kindle なんですか。えぇ、95% ほとんどですねほとんど Kindle だよ、本当に、まあ、たまに iPhone の iPhone の Kindle アプリで読みますけど、だいたいこれで、あとはたまに紙という、わっ、箱の中に箱が高級感あります。高級だね、これかっこいい。これなんと2台入ってます絶対違うでしょそんなわけないでしょえ、これは軽いからこれは本体じゃないんじゃない。なるほど。てかこっちの子も軽いの。まさか同じぐらいの重さだ。これ見てみましょう。おお、軽っ。本体軽っ。ちょっと持ってみて。わ、軽っ軽っ。まだ開けないよ。あー、なんかいろいろ入ってます。相変わらず読まない説明書。説明書じゃないかすごい説明書見て。何ですか。超簡単簡単素晴らしいですね。素晴らしいこれ説明書って言えんのかな。これ何なんだろうね。図解。図解。どんな言語にも対応あとは、あとはなんか注意書きみたいなのがあった。これ読まないやつ。これ読まないと、もう捨てるやつ。で、あとケーブルが入ってます。あ、これ充電。これも使わないんだよね。そうなんですか。そう、なんかこういう感じのさ、ケーブルあるじゃん、うん、そもそもアンドロイド系の。そう、いろんなものがこれで充電できるじゃん、はい、だからもうそれを使ってるから、うん、これもいらない。わっ。ぽいぽいした。さて、でこれが本体ってことは、こっちは何なんだろう。こっちの方がなんかちょっと重い気がする。ん？なんだこれ。お、カバー。なるほど。カバー付きなんですね。あれ？重い。カバーの重い。どんな仕様なんですか。あれ？こっちが本体だし。なんかついてませんでしたカバーに。カバーにね、なんかこの、これなんで充電するのかな。ああ、充電。これは読まないとわかんないね。どれどれ。オアシスを充電するには。内蔵レバーカーズ、レザーカバーを取り付けます。これつけると充電できるみたい。これバッテリーなんじゃない。あ、バッテリー付きなんですね。もう買うときに説明書きを全く読んでないからわかんない。ちなみに、ヒロさん今まで持ってたじゃないですか、Kindle。うんうん。なんで新しく買ったんですか。出たから。出たから。やっぱり。出たらポチるんです。出たら。なるほど。これからは Kindle の時代ですからね。3枚もある。3枚。そう。他に3枚あります。絶対使わないんです。使ってんだよ。使ってるんですか。そう、用途用途で。そう、用途用途で。使ってないのは1台あるな。なんかこれちょっと、これ Kindle に印刷されてる。嘘でしょ絶対嘘でしょ。じゃあ合体の儀式をやります。ん、あ、そうか、そうですよ。合体。おお。あ、まあ、何の音も。お、スイッチついた。スイッチがついた。電源ボタンがこれかな。あれ、はい、つけました。 Kindle つきました。 Kindle、 これ最初どうなんだろう。ちなみに 3G
接続のやつ買ったから。おお、どこでもダウンロードできる。どこでもダウンロードできる。ちっちゃ、ちっちゃいのこれ、うん、今までの初期設定。日本語を選びます。次へ。ちょっと時間かかるかね、これ。ちょっと重い。かばつけると。読むときはじゃあ外して読むのが普通なのかもです。え、そうなの？多分、いや、多分軽い方がいいじゃないですか。なんでカバーついてるの？閉まってるときはカバーついてる。これってさ、なんかよくわかんないで買ったんだけど、絶対ついてるのかな、うん、ついてるんじゃないですか。ついてるんじゃない、うん、あ、そうなの。傷とかさ、結構つくの。そうなの、そうなの。だからカバーがあった方がいいのは確か。でも、Amazon って書いてる。傷だらけになってるよね。じゃこのカバーにバッテリーがついてるの。あ、そうなの。そう。あ、じゃあそれ必要だ。必要だそうです。まだ初期化中。それで、Kindle ライフもますます楽しくなりますね。始めましょう。はい。あれ、はい。あれ、これこうすのかな。壊れた。壊れました。早い、早い。あれ、普通はピッてやるんだけどな。これはちょっとボタンっぽいけど。始めましょうってとこタップなんじゃないですか。なってます。さすがノッチ。Wi-Fi は今はないので、後で。3G 接続の確認をしています。処理には数分かかります。数分。長い。長い長い。これ取ってもいいかな、カバー。いいんじゃないですか。今。うん、軽。ほら。本当だ。あ、全然違う今までと。あ、これだったら分かもしれない。全然違う。 3G ネットワークに接続できません。あれ山形だからですよ。あれ一応しないなんですけどね。あ、そうか。もう一度とチャレンジ。お、来た来た来た。あ、こんにちは、松田美博さんだって。あ、すごい。お、何もやってないのに。なんで何もやってなかったでしょ、今まで。何も。なんでなんで恐るべし、山田。設定を続ける。すごい。普通さ、なんか ID 入れてください。そうですよね。パスワード入れてください。そうですよね。ダダ漏れなんじゃすべて。漏れてはないよ。漏れてはないでしょ。すべてアマゾンに把握されてる。これで。Kindle の操作、ここ Kindle のさ、このインターフェースがさ、1ヶ月前ぐらいに変わったんだけど、うん、すごい使いやすい。あ、そうなんですか。すごい使いやすい。昔は何だったんだっていう。改善されてるんです、うん、ホーム画面を更新してます。僕が最近買った本の一つ、アスカ2の身の代金。今度ね、クルーズに乗るので、そのちょっとクルーズの気分を高めようと思って、そのサスペンス不吉な事件が起きる絶対。あとはですね、よくあれ、いや、軽い、これ軽い、使いやすそう。これはね、いいよ。いい。いい。軽いもん。今までのよりも。今までもなんかね、だんだん軽くなってんの。あれ、去年買った？新しい。去年買った。去年のやつもだいぶ軽いよね。だいぶ軽い。でももっと軽いね。すごい軽い。一番軽いね。まるで何も持ってないよ。それ言い過ぎでしょ。それが重い。これちょっと。これちょっと持ってみて。あ、重い。重いよね、うん、これ、ま、両方持ったっけ。あ、両方持ちました。やっぱこれいらないんじゃないの。一応カバーですから。カバーの中に入れると持ち運び用じゃないですか。あ、でも充電できるの。そう、だから充電しながらしまえれるんだと思いますよ。
も充電そんななくならないよね、Kindle って。Kindle はね、どのぐらいするかな、2週間に1回ぐらい。そう。じゃああんまりいらないですか。ねえ。そうなんですよ。カバー付きがセット、うん、セットなの、それ。セットで売ってたの？よくわかんないで、ね、買った。よくわかんないで買ったの？うん、よくわかんないで買ったんです。でもこれちょっとなかなかいいかもよ。なかなか例えばどんな本を読んでるかと見たい。も見たいです。宣伝です。で自分の本全部買ったのこれ。あ、そうですか。ちゃんとお金自分でお金払って買ったんです。さすが。あ、でもなんか違うね、今までと雰囲気が。縦長だったのに、なんか画面が。そうだよね、なんか。なんか変な感じ。これをじゃあ押すとここにねボタンがあるのよ。うんうん、このボタンを押すと、おー、ページが次のページ。こっちは？あ、戻った。戻る。うーん、進む、戻る。うーん、ここでやるんだよ。これは？あ、これでも行くんだ。目が疲れなくていいよね、Kindle。うんうんうん。あんまり読んでないけど、Kindle があんなにうちにあるのに。僕は読んでる。あ、そうだ。お風呂でも読んでるから。防水性のやつ。防水のやつ、うん、ということで、皆さんも Kindle をどうぞ。何の宣伝だ。 Kindle の営業。いいね、これ。うん。